はいどうも、斎藤ファクトリーですえ。今回はですね、加工ナックル導入後の、その後のお話を少ししていこうかなと思います。えどうお話といいますとですね、例えばオフ、ホイールのオフセットで、どれだけのオフセットでここが当たったとか、そこが当たったとかえ、タイロットはそのままでいけたとか、キャンバーの数字はこんなもんだよとか、そういうね、お話をしていこうかなと思ってます。えごく少数、まだごく、本当にごく少数の方々、 に向けた動画になるかなとは思いますけども一応ねやったことに対しては少しご報告とかこのごく少数の方に役に立つ情報になればいいなと思っておりますので、まあ、この動画を作ろうと思ったわけですので、まあ、数少ないご,ご視聴者様の皆様には、えー、見ていただこうかなと思いますではね噛みましたけども早速やっていこうかなと思います で、今回ですね、加工ナックルと延長ロアアーム 30mm を導入しましてで、私ね、実はこのナックル自体は2年、3年ぐらい前には持ってたんですよ。で、ずっとドリフトで使ってて、まあホイールのオフセットとか、分かってはいたんですよね。オーバーフェンダーもどれぐらい貼り付ければいいとか、分かってたんですけど、やっぱね、組み替え行くのもめんどくさいし、今組んであるタイヤ、普段街乗りで使ってるタイヤとかで行けたらお金かかんなくてラッキーだなとか思って、 R1R が、ね、組んであるちょっとオフセットのぬるいホイールで行ったんですけどもやはりねオフセットがぬるいということは車の中側に,中側にタイヤホイールが入ってるんで切れ角ががっつりこう入ってくると中がやっぱ干渉しだすんですよねなのでオフセットをこう外に出してきて外にホイールをどんどん外に出すと中が、ね、どんどん当たらなくなっていくんですけども。 ちょっとめんどくさかったんでね、そのままで一回テスト走行に行ってみんべっていうことで行ったんですけども、当たりました。やはり当たりましたね。で、ホイールのオフセットが15インチの 7J の38ですね。で、こ,これで行くと、内側、スタビに干渉するのとで、ボディの先ほど見せた、見せてないか、えー、スタビと、あとはそこですね。そこ、ここ。 ここですね。ここにタイヤが当たります。そうすると横向けた時にガッツリと減速をしてしまうんですよね。で、減速するだけならいいんですけども、そのままガスンって食っちゃって、で、車がね、いきなり変な挙動とかになるのが一番危ないっていうことなので。で、前回ね、走った時はそんなに引っかかる感じはなかったんですけども、やはりかなりキラキラになってるということは、それなりに擦れて力がかかってるということなので、で対策をしていこうかなと思っております。 で、今回やる対策がですねまずはこっちこっち側ですねこっち側のタイヤホイールに関しては 7J38 のホイールタイヤにワイトレ 25mm かませた状態こんな感じですねなので 7J のプラスの なので 25mm 入れたんで 7J15 インチのプラス13っていうオフセットになるんですよで今このオフセットでこのジャッキで浮かせた状態でハンドルを全切りして手でグッてグッて押し込むとやはり少し当たるんですよまだ当たるんですよっていうことは 7J のプラス13ではちょっとオフセット的にはぬるいとなのでオフセットをもう少し もう少し外に、外に出そうっていうことで、今度こっち側に来るとですね、このホイールですね。こちらが私の超お気に入りのホイールで、CST のデーモンキャンバーっていう昔、昔のホイールなんですけど、僕これがすごい好きで買ってあるんですけど、こちらをね、フロントに履かせていこうかなと思います。こちらがオフセットがですね、なんと 7J の0。これ 7J の0のホイールなんですけども、 もうね、これが私たまらなく好きで、しかもオフセットも 7J0 で逃げてて、で、面もね、かなりいいラインぐらいまで攻めれるので、まあ、こちらのホイールに仕方ないからお金払って r ある,あるを組み替えていただこうかなと思います。ただね、もしこのホイールがね、デーモンキャンバーなんてないよ、7J0 なんてないよって言ったら、まあ、7J の25とか30のやつを買って、ワイトレ30とかを。 まあ入れるっていう選択肢になってしまうのかなと思いますけどもまあそのそれぞれね人の好みみたいのはありますので自分の気に入るホイールをねオフセットで出していただくとかしても構わないのかなと私の方では思っておりますで数字のキャンバーなんですけどフロントはだいたい4度ぐらいつけてます4度ぐらいつけて逃がしてるんですけどもちょっと4度でもね単なもうちょっとつけてももう一度ぐらいつけてもいいかなと思うんですけどもキャンバーね めんどくさいんで、このまま、このままいきます。まあ、今ね、ちょうど多分いい面ぐらい出てるので、このままいこうかなと思います。で、オーバーフェンダー塗るかな塗りたい派なような気がするので、まあオーバーフェンダーは塗ろうかなと思ってます。まあ、同色の方がね、好きなんで、同色でいこうかなと思ってます。で、こちらはね、今もう一回また外して、ワイトレも抜いて、 ホイールをはめて様子を見ていくという形ですね。で、あとブレーキパッド。えー、動画をね、よく見ていただいた方って話ちょこっと言ってるんですけども、リアブレーキパッド交換してるんですよ。ブレーキパッドをプロジェクトミューの D1 スペックというものに変えてあるんです。初動がね、ちょっと強めのタイプのパッドに変えてあるんですけども、 あんまりこの,の、ここまではいらないかなっていう印象ですね。ブレーキ侵入をしていくんですけども、角にね、ブレーキがぐっと後ろだけパンってかかっちゃうので、あんまりね、ここまでだと侵入でフロントにゆっくり荷重を乗せるっていうことができないので、ちょっとね、なんか激しめの運転になってしまうかなという感じなので、パッドはいつも通り、 アクレイの 700C に戻そうかなと思います。別にね、そんなサイド侵入ってね、あんまり使わないんですよね。パフォーマンスでちょっとこう、サイド侵入だよみたいなのやるんですけども、ンキで走るときって基本的にブレーキでピュッて踏んで、さーっと入れていく感じになってるので、まあ、ここまでのパッドはいらないかなと。ジムカーナーとかやるんだったら、まあこういうパッドでね、少しでもサイドが効くようにとかっていうおまじないはかけるかなと思うんですけども、 パッドは元に戻していこうかなと思います。で、リアのホイールですね。今これが 9J の0。開いて、これだけ出てるんですよ。いつもオーバーフェンダーを貼り付けてはいるんですけど、この、このオーバーフェンダーですね。このオーバーフェンダーを貼り付けてるんですけど、オーバーフェンダーなしで、本当は行きたいんですけど、これを収めるってのはちょっとキャンバーの付きすぎになってしまうので、もう内間も、 もうね、長側の変魔網の極みみたいなことになってしまいそうなので、ちょっとね、このまま仕方ないので諦めようかなと。オーバーフェンダーで諦めようかなという感じですかね。もう少しね、オフセット緩くしてもいいんですけど、私全部ね、タイムアタック用のホイールとかも全部ほとんど同じオフセットで揃えてるんですよ。 なんで、こっからね、また1からってかなるとめんどくさいっていうか結構お金がかかっちゃってね。今、フロントがタイムアタックは 8J20。で、リアが 8J0。で、タイムアタックとかグリップとか待ち乗りをするんですけども。で、ドリフトに関してはですね、7J の0にすると、8J20 にする、した場合、7ミリぐらい引っ込むんですよね、計算的に。で、7ミリ引っ込む分にはいいかなと。 ちょっとこうね、みっともない引っ込みの感じが出ちゃうけども、たまにしかそういう風に乗らないからいいかなということで、7 j の0を基準にとりあえずボディを作っていこうかなと思います。で、後ろはもう未だに絶賛悩み中。本当は僕の僕の一個人としての意見は、このフロントをバクンってバクンって幅を出したらリアも リアももうバカーンってバカーンって出したいんですあの、ポルシェの964だ、911のあの、ブラックバードとか呼ばれるタイプのオーバーフェンダーって後ろだけこうブクンってブクンってしてるじゃないですか。僕あのフォルムは好きなんですよ。昔ね、そういうフォルムに憧れて、オーバーフェンダーなんか80ミ、mm、リとかつけて、ワイトレ60ミ、mm、リとか入れてた時代があったんですけども、フロントだけ出てるっていうより、僕リアだけ出てる方が、あの、好きなので、ちょっとこの、 感じが今僕には悩ましくてどうしようかなーって。で、実はこのフェンダー鉄じゃないんですよ。FRP に変わってるんですよ、もう。だから穴開けるのもったいないなーって、穴開けるのもったいないよなーって思ってまして、今どうしようかなという悩みの種を抱えております。ということでね、まあドリフトのものに関してはね、 こんな感じかな。あまりね、長々と話す内容でもないような気がするので、さっくりとね、どういうことしたよとか、どうだったよとか、ここが当たるよ、そこが当たるよとかっていうお話をして、終わりにしようかなと思ってたので、大丈夫かな。まあ、あとね、ドリフトのこ,この辺の、なんか僕の答えられる範囲の質問であれば、私の方にコメントしていただければ、僕の方でお答えはしますので、大丈夫かなと思います。え、ここもちょっと教えてほしいなとか、あれば、 コメント欄の方に寄せていただければいいかなと思います。ではね、あまり長々と喋っててもね、この話題はね、見てくれる方が少ないかなと思いますので、この辺で終わりにしたいと思います。ではね、動画最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録をしていただいて、ちょっとこういうレアな情報とかも出てくることがあると思いますので、ぜひね、サイトファクトリーをよろしくお願いいたします。ではね、また次の動画でお会いしましょう。では。